無症候性キャリアにより多数の感染者を出した、蝶チフスのメアリー無症候性キャリアとは、病原体による感染が起こっていながら、明瞭な症状が現れないまま、他の宿主に、その感染症を伝染させる可能性のある宿主のこと。無症候キャリアとも、特に最近による、感染の場合は無症候性保菌者、健康保菌者と呼ばれることもある。 様々な病原体がその宿主に感染することで感染症が引き起こされるが、この時感染が成立しても、その感染症特有の症状がはっきりとわからない無症候の場合がある。宿主の免疫などの感染に対する防御機構の働きによって発病するに至らない場合や、その病原体に特有の正常によって症状の出ない時期がある場合が、これにあたる。 この状態の宿主は症状が現れないために外見上は健康で非感染者との見分けがつかないがその病原体が宿主の体内で増殖している場合があり特に人から人に感染する伝染病などでは本人が気づかないままに感染源としての役割を果たす場合があるこのような状態にある宿主を無症候性キャリアと呼ぶ代表的な例の一つに 一免疫不全ウイルス感染症の場合がある。HIV 感染症では感染直後に一過性の風邪様の症状が現れるが、その後、長い場合では10年間以上、症状の現れない時期が続き最終的にエイズを発症する。しかし、無症候期の間も HIV は血液中で T 細胞に感染しながら徐々に増殖しており、この時期の縮主も感染源として、 血液や性交渉を介して HIV を伝染させる能力を持った無症候性キャリアの状態にある。このほか、ヒト T 細胞白血病ウイルスや慢性ウイルス性肝炎の原因となる B 型肝炎ウイルス、C 型肝炎ウイルスなど潜伏感染や慢性感染を起こす病原体による疾患で多く見られる。HIV 感染症のように進行の遅い。 疾患以外でも、クラミジアや臨菌による性感染症では女性に自覚症状が出にくいため、一種の無症候性キャリアとなりうる。また、ノロウイルスによる食中毒などの流行にも無症候性キャリアが関与している可能性が指摘されている。無症候性キャリアになった人物としては、超チフスの原因となるチフス菌が胆動に感染し、 感染が弱かったが故に抗体を持ってしまったという珍しいことが起こった結果、知らずのうちに無症候性キャリアとなったメアリー・マローンが知られる。しかし彼女は無症候性キャリアの自覚がなかった上に信じようとしていなかったとされ、それゆえに周りをチフスに感染させてしまい、最終的には事件となり隔離された。 なお、当時のニューヨークには100人から200人は、チフスキンの無償構成キャリアがいたとされ、メアリー・マローンを含む何人かは就業制限を受けて、いたとされている。ありがとうございます。